記事数でそうとされた様々な言語を示すウィキペディアのポータルのスクリーンショットウィキペディアのリストではオンライン百科事典、ウィキペディアの様々な言語版を列記する。ウィキペディアはボランティア編集者のコミュニティによって編集及び保守されている多言語のオンライン百科事典である。千二十一年七月の時点でウィキペディアには三百二十三の言語版が存在しており、 312の言語版が稼働中で、11の言語版が閉鎖されている。全言語版合わせて5679万2325個の記事が存在している。スウェーデン語版、セブアノ語版、笑い語版の記事のほとんどは、ルスバットによって作成された。英語セブアノ語スウェーデン語ドイツ語フランス語オランダ語、ロシア語イタリア語スペイン語ポーランド語、 エジプト、アラビア語、日本語、ベトナム語、アライ語、その高く、Wikipedia にはコードがあり、wikipedia.org の下のサブドメインとして使用される。言語管理区はそのコードで、そうとされる。コードは ISO639 から1及び ISO639 から3で定義されている言語コードを表しており、使用する言語コードの決定は通常。 IETF 言語タグポリシーによって決定される。Wikipedia は言語版によって方言や異様をどれだけ細分化するかも異なる。例えば、英語版 Wikipedia には現在用いられている英語の種類が含まれているが、スコットランド語や小英語などの他の関連言語は含まれておらず、別個の言語版がある。スペイン語版 Wikipedia には、イベリア半島とラテンアメリカで話される。 スペイン語の両方が含まれている。マレー5番ウィキペディアは多数の方言で分けられている。ISO マッピングとウィキペディアコードの違いは次の通り。また、ウィキペディアでは、聖書法が異なることがある。中国5番ウィキペディアでは、現代の緩和で書かれた記事を自動的に翻訳し、中国本土やシンガポールで使われている、関体字あるいは台湾や香港。 マカオで使われている反対字で表示している。一方、ベラルーシ語のウィキペディアは一般的な聖書法とタラシケビツアに分かれている。下表では各言語版ウィキペディアがアクティブユーザの数順におおよそ並んでいる。特に、下表ではアクティブユーザ数の10のべきすなわち乗用対数の小数点以下切り捨てが用いられている。つまり、5は105以上。 4は104以上を意味する。文字は ISO コードに基づいている。Wikipedia 日本語版は Wikipedia のすべての言語版の統計を公開している。ありがとうございます。